ちょっと今一旦雨がすごくて屋根のあるところに避難してきました。すみません。屋根があるところに避難してきました。やばいな、この雨。この雨やばいですね。いや、やば、この雨。この雨やばいですね。ちょっとね、すみません、ライブ配信しようと思ったんですけど、ちょっと雨とあれがすごくて、一回ね、ちょっと屋根のあるところに避難してきました。すみません、皆さんお待たせしました。本当に本当に今ここにいます、屋根のあるところに。いや、やばいな、この雨。神田晴れ男って言ったんですかね。ちょっと嘘っぱちになりましたね。なんか皆様からね、本当お声掛けしていただいて、本当に雨の吹き込みがやばい。雨の吹き込みがやばい。すごいな。あ、じゃがりこの日常さん、気合い入れていきましょう。皆さん大丈夫ですか、雨の中。本当じゃがりこの神田、前日の東京に入って朝一の新幹線で来ました。あ、ともさん、神田さん、こんにちは。すいません、ライブ配信遅れて。雨がねすごくて、あきらしさん、こんにちは。雨がすごいんですよ、すいません。一旦ね、屋根のある席に移動してきました。はい、バモスさん、新潟さん、今日は現地観戦じゃないんですよね、残念です。本当に皆さんありがとうございます。ちょっとね、人がいるので、後ろにあんまり人が映らないようにしないといけないので大変なんですけども、いや、今日は僕、神田はメインスタンドなんで、あの声出しなしの方です。はい、チケット取れなかったです。雨やばいな、マジですごいな。雨やばいっすね。雨すごい。雨が、神田晴れ男って言ったのに、さっき雷鳴ってましたよね。大丈夫なのかな、みんな。あ、錦吉さん、ありがとうございます、コメント。先ほどお世話になりました、ありがとうございます。あ、ポコオットさん、さっき写真とグータッチありがとうございます。皆さんありがとうございます。あのライブ配信してるんですね。周りにめっちゃ人が、あ、こんにちは。隣でね、いろんな方にお声をかけていただいてありがとうございます。山口県の方です。はい、山口県の方です。はい、よろしくお願いします。はい、あ、八木さん、お疲れ様です。雨がやばいです、マジで。雨が、山口市です。山口市です。はい、おずき、下関。すごい。おずき、自衛隊ですか。おー、そうなんですね。すごい。まさか山口県住んでた方に。あ、すけこのさん、はじめまして、いつも見てます、ありがとうございます。神田さんが新潟にいる。この雨やばい、今日中止になんないよね、今日。これ神田来て試合中止とか延期になったらやばいぞ、これマジで。これ延期になったらやばいぞ。これ延期になったら、これ延期になったらやばいぞ。あ、トモさん、同じ市内でも海寄りは降ってない。あ、そうなんですね。すごい、すごいな。やばいな、この雨。あ、リーカさん、氷雨みたいなもんです。大丈夫です。そうなんですね。はい、どうぞ。今差し入れでエビスビール、あ、エビスビールいただきました。エビスビール、ありがとうございます。エビスビールいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、この雨やばい。
ちょっと止んでほしいな、この雨。やばいな、この雨。やばい。あ、日だまりと同じ次第ですけど、こっちは降ってないです。なんでリックスは神田が疫病神みたいになってる。大丈夫かな。やばいな、この雨。この雨やばいな、マジで。滝みたいになってる。本当にやばいな。いやー、やばい。神田はね、今日最終便で帰ります。最終便で。やばい、この雨。こんな降る、こんな降る、やばいな。私のとこ降ってないです。新潟中央区です。通り雨かな。通り雨であってほしい。やばいやばい、この雨やばい、やばいぞこれ。皆さん大丈夫かな。これやばいな、吹き込みがやばいな。やばい、雷も鳴ってる。これ中止。現場めちゃめちゃ降ってます。雷もやってます、マジで。はい、あ、信子さん、びしょ濡れだよ、大丈夫ですか。いや、マジでやんでほしい、ちょっとこれ、本当に、マジでやんでほしい。もう今ね、こっちね、大パニックですよ、今ちょっと。あ、内田さん、中止は嫌ですよね、本当に。あ、ドラゴンさん、お邪魔します。現地できたようですが、豪雨ですね。今、地元の清掃活動も雨で切り上がりましたので、行けるようになりましたが、どうしよう。来てください、ドラゴンさん。沢口さん、長岡、晴れてます。マジっすか。めっちゃ神田が来たせいかな。八木さん、すぐやむと思います。めっちゃ雨やばいな、本当。やばいな、このライブ配信。じゃがりこさん、グデスタ、ね、食べましたけど、ちょっとね、紹介できないんですよね。食べたんですけど、ちょっとね、ドタバタしてて、またね、ゆっくり味わえてないです。あ、ラリさん、こんにちは。ぶちついてよかったです。心配ですね。ラレさん、すいません、ライブ配信遅くなって。本当、でもちょっと、止んでないな。全然止んでないか。やばいっすね、この雨。本当。いやー。大田さん、県庁付近は全く降ってません。ユンさん、レーダー的には1時間以内には弱まると思いますよ。本当ですか、よかった。日だまりさん、晴れて、晴れました。晴れてほしいですよね。たけさん、こんにちは。よろしくお願いします。マジか、もう、マジ、多分。僕、これ、やばいよね。This is 新潟 BMB さん、神田さんに会いたい。ぜひ会いに来てください。神田、ちょっとね、今、移動できないですよね。マジで。この雨、やばいな、マジで。アルビオシサブさん、中止じゃねえかって言ってますね。中止なんのかな、これ。どうなんだろう。あ、八木さん、焼きなんですね。大丈夫かな。半身揚げ食べました。あ、食べましたね。まだ食べてないです。買ったんですけど、まだ食べてないです。これから食べます。はい。あ、ちょっとやんできた。ちょっとやんできましたね、今。今、まーちゃんさん、ちょっとね、やんできました。神田はメインの2階の指定席です。席は、いやいや、雨やんできた。全然、全然やん、全然やんけ。この音やばい、この音やばい、この音やばい、やばいな、これやばいな。あ、ジャンボさん、こんにちは。初めてコメント。ユンさん、ユンさん笑って書いてます。ユンさん笑って、やべえ、マジでやべえ、この雨。神田が来たせいか、神田が来たせいで雨か。あと45分でやむ。やばいな。移動できないな、これ。あ、ここ、太田さん、神田さんも風邪ひかれないようにお気をつけください。ありがとうございます。ドラゴンさん、一番最悪な状況で、あと40分後に雨がやむそうですって。やべえな。40分後、これ試合入れないんじゃない？大丈夫かな？やばいな。神田、機械持ってるからな、この雨の中移動すると。
機械が行かれるもんな。ああちゃんとさんこんにちは、よろしくお願いします。すごい雨ですよ、本当やばいです、この雨マジでやばい。みんな濡れてないから大丈夫ですか、皆さん風邪ひかれないように本当にやばい、マジでやばい、本当にやばい、やばい、やばい。あ、千代さんこんにちは。あ、ちょっとやんできたかな、やんできた。入場列はめっちゃ見えます、めっちゃ並んでますもん、めっちゃ並んでます、本当入場列は。雨すごいんですよ、ちょっとずつ移動しますか、本当、はい、ちょっとずつ移動しましょう、はい、ちょっとずつ移動しましょうか、本当。ラジ中継です。はい、あの月刊新潟って言います。はい、二人の写真撮るっていう。僕のですか。はい、お二人の、二人のですか。うん、あ、僕だけでもいい。ああ、ちょっと ライブ中に月刊新潟さんからいいですよ。はい、どうしたらいいですか。ね、じゃあね、ビッグサンバッグに、はい、あ、何人かお友達に一人入ってもいい。何人かお友達が、はい、みんな移動したんですか。移動した、もう並んでる、はい、誰か写真一緒にあ、月刊新潟に乗ります。月刊新潟に乗るそうです。乗るよ、はい、おいで月刊新潟の方が増えたな、俺。あ、よし、ちょっと待ってて、行くよ。ライブ配信してんのよ。ちょっと試し撮り。あ、いいね、いいね、もう。あ、いいっすね。あ、いい顔だね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よし、OK。行くぞー。はいよー。はーい。あの、もうちょっとさ、開いたらさ、あと4秒くらい。あ、こっちの方がいいわ。あ、いけるいける、いい。よいしょ。いくよ。はい、せーの。はい。はい。オッケー。おー、そう。代表して、はい、代表してコメントいいですか。コメント、はい。あ、ちなみにこれ月刊新潟にも載るし、はい、あのね、日刊新潟っていうウェブがあるんですよ。はい。そこで夕方にはちょっと配信しようかなと。はい、わかりました。はいはい、なんで月刊新潟の方、はい、ライブ配信中です、大丈夫ですね、よろしくね。月刊新潟、月刊新潟と乗るそうです。はい、これよろしくお願いします。これね、これ皆さん乗るそうなんで、よかったらはい、皆さん読んでください。あ、これウェブ繋がんねえよ、もういいや。というわけで、はい、お名前とグループ名でもいいし、はい、あ、神田です。神田、山口県サッカー応援を。え、山口県。はい、山口県って山口県。山口県です。なんで、なんで、なんで、うん、山口県の出身が新潟の選手がいっぱいいるんで、YouTube やってるんですよ。そうなんですか。あ、応援させてもらうとか僕1個下です、ね、はい、あ、そうなんですか。1個下の中学校時代に対戦しました。あ、本当に、はい、めちゃめちゃ抜かれてましたけど。抜かれた、はい、足が速くて上手かったです、はい、はい、山口さん、はい、山口の出身の元レトマの高選手、星選手もいるし、はいはいはい、藤原選手、水戸選手も山口県出身なので、はいはいはい、なんで新潟県のアルビレックス新潟さんが山口県の出身を取るのかなと思って、そこからたまたま、たまたまさ、こうなんかね、フロントの方にこう山口県の出身の方がいたりするのかなと思って。いやいや、いないいないいない、わざわざ探して取らない。いやいや、でも、ね、コネクションとか探してなんかあるのかなと思って。いや、全然ない。あ、そうなんですね。今日はわざわざ来られた。はい、来ました。すげえ。え、はい、山口から。そうです、そうです。何回目ですか。9年半年ぶりぐらいに来ました。9年前は僕、東京にいたので、東京にずっと住んでた。なるほど。その頃に仲のいい選手、仕事上でちょっとアルビレックスの選手と一緒にお仕事する機会があったので、でそれから中達也君とか、後輩の竹重君とか、あと元ビカルド仙台の中原君とか、同じ地域でやった選手がアルビレックスの味方さんのお世話になったので、ね、そうです、それで。はい、じゃあ、まあ、今季、来季に向けて、ね、メッセージを。来季に向けては。選手たちに来季はもう J1 優勝目指して頑張ってもらいたい。あ、普通だな。普通ですか。もっと違うことがいい。もっと違うことですか。じゃあ来季は
だろ普通。あ、じゃあ山口で行きましょうよ。山口の選手をいっぱい取ってもらいたいです、うん、そうですね、はい、取ってもらいたい、取ってもらいたいですああ獲得ってことです、獲得してもらいたいです。あ、了解。いい選手がいるので、はい、なるほど。山口県やっぱ田中達也コーチもいるし、うん、で今水戸選手、石川選手もいるし、はいはいはい、で元レノファの甲選手、星選手がいるので、うん、水戸って山口出身、水戸選手、宇部市出身です。だからなんか骨があるのかなと思って、コネクションがあるから、だからフロントさんに山口出身の方がいるのかなと思って、僕ら全然フロントでも何もない、いやいや、そうなんですけど、だからなんかこう、あ、そういうことね、若い時からこう、はいはい、なんかあるのかもしれない、そうですね、そういうのはね、つながりで、石川選手は北九州が最初プロスタートだとか、そこから引き抜いてるあれなので、そういうのがあるのかなと。山口の選手が活躍して、ぜひとも、なるほど、なるほど、新潟県、山口県出身の選手で J1 を取ってもらいたいです。なるほどね、はい、山口の出身選手でね、はい、OK です。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。お忙しいところ、ぜひ見てください、皆さん。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。一枚、あ、写真、はい、いいね、いいね、いいね、YouTuber なんで。あ、そうなの、はい。